さあ、皆さん、上智大学行ってみたいと思います。もちろん今日は正誤問題。大問一つの中に10問あるんですが、その中から最初の5問、これを行ってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。さあ、皆さん、1問目でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは主語が一途になっている段階でなんか怪しいですね。ですから動詞に三人称単数の S をつけるか、もしくは皆さん時制がこのあたりですね。下線部 C の前後の時制は過去時制ですので、この increase を過去時制、increased、それに直していただけるとよろしいかと思います。ですから正解は下線部 C ですね。さあ皆さん、続いて2題目でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは university。それにつく冠詞はあでいいですかね。これは下線部前後のこのあたりの表記と比較していただけるとわかりますね。ですから、このあたり冠詞がついていない状況からヒントをもらっていただいてもよろしいでしょうし、もし皆さん右側からオブですよね。こういう感じでかかっておりますので、特定している様子から冠詞のあではなくザにするべきですよね。ですから正解は下線部 B ということでよろしいかと思います。さあ続いて3問目お願いします。皆さん、このあたり比較表現がありますね。となってくると皆さん、下線部 B のマッチが怪しいですね。そうです、比較してるんですから、マッチじゃなくてモアですよね。ですから正解は下線部 B ということでよろしいかと思います。さあ4題目よろしくお願いいたします。皆さん、これ下線部 A の出だしのワンの部が怪しいですね。当然、うんたらかんたらの中の一つ。つまり全体の中の一部ですからね。つまりこのあたりの全体像は特定できますので、ワンの部の後ろにはザが必要ですよね。ですから正解は下線部 A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、ラストの問題でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは下線部 D が怪しいですね。で、皆さん、こちらの動詞 were。これの主語は把握できてますよね。皆さん、前置詞プラス名詞をカッコでくくると、主語は people ですよね。で、その左側に told という動詞がございますので、間に that の省略がありそうですね。ですから、下線部 D の右側は that 説があるんですね。あと皆さん、思い出していただけると嬉しいかと思います。テルの右側は人プラスザット説でしたね。しかし今回はザット説だけですので、トールドではなくセット。それを使えばよろしいですね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、先ほど出てきた情報ですね。そしてプラスアルファまとめておきたいと思います。特に一番最後のセイとテル。皆さん、セイは何分形でテルは何分形。これでしたね。そして後ろの形は、正の目的語は発言内容。そしてテルの場合は人が必要でしたね。そしてご紹介できなかった5題の中で、ちょっと次に繋がるんじゃないかなっていうところをまとめておきます。まずは過去に、Here の後ろの前置詞が問われてました。皆さん2ついけそうですね。うにゃうにゃから連絡を受ける場合は、Here from。そしてもう一つの前置詞は、Of で噂を聞くでしたね。そして過去3番、Look から始まる表現で、うにゃうにゃ注意する。さあ3語でどうぞ。もちろん Look out for でしたね。そして過去4番、とにかくと言いたい場合、in any case とするのか、in any cases とするのか。さあどっち？もちろん in any case でしたね。ですからこのあたりが次に繋がりそうですので、もし皆さん知らない情報がありましたら、この後ノートを取っていただいて、そしてノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。これを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで今日も頑張りましょう。